パの電話。着信が8回。一体どこにいるんだ。電話をくれ。すぐに行く。あ、パパ。サラ、大丈夫か？うん。誰かここに来たか？うん、誰も来てないよ。ドアの近くに行くな。おい、下がってるんだ。パパ、怖がらせないでよ。どうしたの？地味の一家。様子がおかしい。病気みたいだ。病気って？くそ、地味！パパ！サラ、来い。大丈夫。ジミー、警告だぞ。やめろ。行くぞ、こっちだ。撃ったの？サラ、今朝会ったのに。聞いてくれ、何か良くないことが起きてる。脱出しないといけない。言ってることが分かるか？うん。トミー、さあ、行こう。分かった。どこにいたんだ。何が起きてるかわかるか。ちょっと待ってな。なんだお前、血だらけじゃないか。俺もじゃない。出発しよう。町の奴らの半分が理性を失ったそうだ。出してくれ。血中か何かだし。何があったんだ。後でな。おい、サラ、大丈夫かい？大丈夫。ラジオ聞いてもいい？ああ、もちろん。ありがとう。携帯もダメ、ラジオもダメ。ひどい状況だ。さっきニュースが流れてた。なんて言ってた？兵士たちがハイウェイを封鎖しているそうだ。トラビス軍には入れない。ここを脱出しないと。71号はそうだな。何人死んでるの？たくさんだよ。家の中でズタズタにされてた人にだって。トミー。ああ、悪い。だがなんでこんなことが。単なる噂だ。だが市街地だけじゃない。最初は南部ってことだった。それが東海岸と西海岸。あれはルイスの農場だ。やつは大丈夫さ。私たちも病気？いや、病気じゃない。本当に？町の方で発生したらしい。本当だ。ジミーも町にいたの？ああ、そうだ。俺たちは大丈夫だ。うん。おい、人がいる。何をするつもりだ？無視しろ。子供もいるぞ。こっちもだ。でも乗れるよ。おい、走るんだ、トミー。止まって！逃げてるの？ここを抜けるんだ。やってるだ。ここで止まるな、ソミ。ここは抜けられないって、兄貴。じゃあバックしろ。後ろから来てる。その隙間だ。捕まれ。行け。
隠れろ。どうしたよ。もうすぐで着く。止まるな。ここを出る道を探せ。来い兄貴、急げ。ハイウェイに行け。早く、サラがいるだろう。俺は追いつく。おじさん、先に行ってるぞ。急げ。おじさんを置いていかないで。あいつは大丈夫。大丈夫だ。助けてきて。パパ。助けてくれ。頼む。この子、足が折れたみたいで。顔動くな。分かった。俺たちは病気じゃない。区域外で民間人を発見。どうしますか。パパ、トミーおじさんは。まずはお前を安全なところまで連れて行く。小さな女の子もいるんですよ。しかし了解。頼む。ひどい目にあったんだ。とりあえず。まずい。サラ、サラ、手をどけて。大丈夫、大丈夫。絶対に助かるから。しっかりするんだ、サラ。持ち上げるぞ。痛い、痛いよな。頑張ってくれ。頼む。大丈夫だ、大丈夫。サラ。サラ、嘘だろ。ダメだ、ダメだ。頼む、そんなと言ってくれ。頼む、ダメだ。神様、神様、どうして。頼む、頼む、行かないでくれ。頼む。
これまでに200人以上の死亡が確認されています。知事は非常事態を宣言し、すごい数の死体が道路に並べられてた。 WHO 世界保健機構によるワクチンテストが失敗したとの情報が漏洩し、世界各地でパニックが広がっています。官僚が追放されたことで、ようやく市民保護のために必要な行動を取る。ついにロサンゼルス市でも初めて戒厳令が発令されました。全ての住民が72時間以内に指定の隔離地域。この冬、史上最低の配給量をきっかけとして発生した暴動が3日目を迎えました。ファイアフライと名乗るグループが今回の攻撃について犯行声明を発表しました。彼らの社会検証は政府組織の復活を訴えています。抗議デモの責任者としてファイアフライのメンバーとされる6名が処刑されました。私たちと一緒に立ち上がりましょう。闇の中にいる時こそ光を探してください。それがファイアフライです。今行く。ご機嫌は。飲む？ああ、いや、いらない。面白い情報があるの。どこにいたんだ？ウエストエンド地区よ。運ぶものがあったでしょ。二人でない。二人で運ぶはずだった。でもあなた、一人になりたいって言ってたじゃない。当ててやろうか。取引は失敗。客は薬を奪って逃げた。取引は無事に済んだわ。このカードで2ヶ月は食べていける。その傷はどうした？戻ってくる途中でバカな二人組にちょっとやられただけよ。何発か食らっちゃったけど無事だからいいじゃない。よこせ。バカな二人組はどこだ？さあね。どこの奴らなんだ？ただのバカよ。問題はあいつらを雇ったのがロバートの野郎だったってこと。あのロバートか。こっちに感づいたのよ。捕まる前に殺そうってわけ。ずる賢い野郎だ。そうでもないわ。隠れ家が分かった。本当か？どこだ？ミッションヒルの古い倉庫。今のところはだけどね。それで十分だ。行こう。ええ、いいわよ。チェックポイント5はまだ空いてる。外出禁止まで残り数時間だ。じゃあ急ぎましょう。